現在1勝2敗。何言ってんの。俺昨日さ深夜さ配信設定しながらさ一人で遊んでてんやんか。いやもう勝ちすぎてやめられへんかった。これ負けたらやめようと思ったら勝ちすぎてやめれんくて。まあそこ見てや。バトル戦績ちょっと見てよ。ほら負けたからやめてん。ここルーズ。ほら見て、ウィン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 。もう見えてないけどこっからしたら全部ウィンやから。やべやべ、ルーズ4連チャンしてた。ビビった。自分でも焦るぐらいルーズしてた。俺の記憶とちょっと変わってる結果が。これエリアでしょ。エリアね。了解了解。塗ればいいだけね。縄張りバトルみたいなもんやしな。そんな、これ結構さ発売してから時間経ったじゃないですか。今何メタ武器というかこれ使ったら勝てるよみたいな武器って何なの。洗濯機、洗濯機が強いんですか。変な世界。現実やったら武器にもならんのに洗濯機なんか。あげろあげろ、前線あげろ。下がれ下がれ。え、負けてるやん。ほら12キルで1番塗ってるで6です。あ、俺今なってない。マジで弓使いになったんですか。いつの間にか弓使いになっちゃった。横におった。なんか一歩出たら死ぬねんけど。さ、うまい武器って何？え、見てわからん？弓矢で。頼む誰か確保してくれ。さあ、お、え、え、お、え、え、行く。神プレイを見た味方の。俺は味方で勝つ。何を使うのが一番うまいですか？ん？俺は味方を使うのが一番うまい。味方を使えさえしたら勝てるんで。お前来んなー。負け。あー、罰ついちゃった。あー、罰1。俺の経歴に罰つけやがって。今日ラピッドブラスター強いみたいなの見たぞ。よし。こういう見たやつにすぐする。洗濯機？え？ちゃうちゃうちゃう。俺だって YouTube で見たもん。ラピッドブラスターって寄ってきーって書いてた。わ、強そうこの武器。えぐい。あれ一発じゃないんかよ。こんな音しといて。ワンパンの音してるやん。なになになに？最強な武器を手に入れた。じゃあ早速ガチでいきます。新武器使ってくれ。この辺トラップ適当にセットして。誰か踏め踏め。もうウソップ邪魔。俺の狙撃の邪魔してきたウソップが。船降りろ。何やってんだお前。俺がルフィなら一発で船降ろしてた。これでこう、これでこうこうこう。え、誰も死なんの。うますぎる。あれ俺よいしょされてる。よいしょ、ごめん。気持ちいい。たまにはよいしょも必要。たまにはね。そんないつもくれくれ言ってないでしょ、僕だって。たまにはくれてもいいんじゃん。で、俺肩強いからこの辺にプイプイってやって、この調子上げろ上げろ上げろ、全身上げろ。ナイス。一生確保すんぞ。だからここトラップ置きまくったら誰もここに来られへん。完璧な戦法。おい、なんか勝手に起動しよる。みんなこっち来い。うわ、ワイパーだ。どう使い方。うまかった。個人的にですけど、なかなか良かったんじゃないかなって思ってます。初めて使う武器にしちゃう。なかなか良かったんじゃないですかね。うますぎです。ナイス、よいしょ。気持ちいい。みこしの上や、ずっと俺。うますぎです。うますぎです。うますぎです。同じチームで行こうや。タイガ君握るやって。って。あ、やべ。触れたら消えちゃった。ごめんごめん。攻めるつもりはなかったんや、タイガ。これで倒すわ俺。いい、怖いよ。とでも思ったか。俺計画だけはうまいねんな、いつも。はい、2発で倒れる。で、トラップここにさ、めっちゃ置いとけばさ、超良くない？勝手にトラップが色塗ってくれるっていう。トラップゲア。お前ずれさ。はい。俺の方が強かった。ここに2トラップ。え、これ必勝法やろ。あ、そう。え、強っ。え、7キルゼロデス男。これ大貢献でしょ。これキャリーやん。これ間違いなく、キャリーです。誰が何と言おうか。俺が断定する。これはキャリーです。ヒーローモードやらないですか？いや、もうみんなのヒーローだからやりません。みんなを勝利に導く。キャリーヒーローです。てか、よう死なんかったな。死にそうなタイミングいっぱいあったと思うけど。今回もゼロデスで行くで。うわぁ、ゼロデスの俺を倒すとは。お前、やるな。月がテンション来た。
月下テンション懐かしい。皆さんの今好きなアニメ教えてください。ブリーチですかね。あんこ怖すぎ。皆さん下手。シンプル、シンプルイズザベスト。ナイス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 。濡れて濡れて、やめて、危ない。よう見たら結構いい勝負してるわ。よーし、素晴らしいでしょ。後ろにおる。誰かこのワイパーを倒してくれ、頼む。ああ。グダグダ。両者グダグダ。これで真ん中取ってトラップ置いて完璧だ。おもろこの武器。よし、お前気づいてないな、俺の存在に。俺は影が薄い男。ナイス、完璧や。このままキープしよう。ワイパーとの勝負好き。それは何、グダってるって話。ほら行ってこい。誰。ワイパーがスライドインしてきたんやが、今の何出方やらしすぎるやろ。間違いなくひょっこりさんやったな。テテレテレテレテ。うわあ、みんな出てくんねんけど、俺の近くに湧いてくる。敵が来るんじゃなくて俺のそばに湧いてくんねんけど。ホラーゲーやん。プラトゥーンはホラーゲーでした、カテゴリー。負け。おいマジワイパーありえんぞ。どっから出てきてんねんこいつら。じゃあ次ラストマッチにするか。ナイス、味方強いよ。素晴らしいでございます、味方さん。素晴らしいでございます。大丈夫、俺任せろ、俺が占領してるから。あー、なんか変なとこに全部やってもんだ。よし、どんだけ下っても最後に勝てばいい。ここの門番するわ俺。誰誰誰誰誰、やば、次じゃあトラップばらまき、敵のイライラを貯めるとか、そういう戦法のつもりじゃなかったけどな。俺結構頭脳派戦法やと思ってんけどな。これやれんのきついって。え、トラップで死んでるって。あー。よし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 。当たらんの。まあでもなんかメガサが強すぎて勝手に勝ってるわ。いや、なんか申し訳ないな。なんかしなあかんな。ほら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 、これもなんか刺して。よーし、おー、何してた俺。勝てばいいか。なんでもええわ、勝てば。勝てればなんでもええわ。別に自分がどんだけ下手でも、味方が強くて、俺が足引っ張ってるのも勝てたらいいし。勝ったやつが正義だから。最後まで君だ、泳いでただけ。別に煽ってないで、俺の必死の助けてコール、俺の SOS やで、これ。逃げながら SOS 描いてたん気づいてた？